河合楽器製作所、株式会社、河合楽器製作所は、静岡県浜松市中区に本社を置く、世界的な楽器メーカーである。商標名は、英字を文字で、河合、ピアノ販売では、世界、第2位のシェアを占める。日本楽器製造、現、ヤマハ株式会社に勤務していた、河合小市が独立し、1927年、昭和2年に、 河合学期研究所として設立された。1935年、昭和10年に、合名会社。1951年、昭和26年に株式会社へと改祖する。1952年、昭和27年に、河合小市が死去すると、1955年、昭和30年、娘婿の河合ショゲルが、社長に就任。 1956年昭和31年に河合音楽教室を創設、音楽教育事業によるユーザー層の拡大に乗り出すとともに、1989年平成元年に河合広隆が社長に就任し、シュゲルは会長に専任となった。河合シュゲルが社長を務めていた頃は、業界に先駆けてピアノのカップ販売を打ち出すなど、 同業のヤマハと切磋琢磨し、日本の音楽普及に貢献した。バブル時代には、ゴルフ場事業等にも進出し、非ピアノ事業の育成を起とした多角化を行ったが、近年は、ピアノ事業に回帰する姿勢を鮮明にしている。ピアノを中心とした楽器製造、販売のほか、近年は、可愛い精密金属などで、ピアノの部品素材のノウハウを活かした。 半導体素材の生産も行っている。かつては DTM 関連製品やムーンサルト、カイ、ア k ロ i クンシリーズ等のエレキギター、エレキベース、K5000 シリーズなどのシンセサイザーを製造、販売していたが、現在では楽譜作成ソフトウェア、スコアメーカーや入力用の小型キーボード、ハイパーキ c a t を除き撤退している。出版部門は、カワイ出版のブランドで、 多くの楽譜、音楽書を出版している。音楽書以外にも、絵本等の出版も行っている。また、ピアノの製造過程で出る端材を活用して、木製のダ具なども発売しているほか、学校向けのスポーツ用具も製造している。国内のアコースティックピアノにおけるシェアはヤマハが約6割、同社が同4割で長らくこの比率は変わっていない。ヤマハが 特約店方式で各地の楽器店と契約しているのに対し全国に直営店を展開している。グランドピアノは1990年代まではドイツ製ピアノの影響が強い製品を製造していたが現在ではスタインウェイの特徴を取り入れ近代化された RX シリーズを中心に手作り工程と入念な出荷調整を取り入れた高級機 SK シリーズ コンサート用の SKEX シリーズを出荷している。アップライトは K シリーズを出荷している。いずれも炭素繊維強化プラスチックを採用してレスポンスを改善したアクションを特徴としている。また、騒音対策としてエニタイム仕様やピアノマスク仕様のピアノも出荷している。他にも外装部が透明アクリル樹脂でできているクリスタルピアノ CR-40A を受注販売している。連合赤軍浅間山荘事件の発生当時、連合赤軍に占拠された浅間山荘の所有者であった、正確には当社の健康保険組合の所有。音楽教室の他に、主に幼稚園、保育園を対象に体操教室、英語教室、絵画造形教室などを開講しているが年より一部の 直営教室にて、学研教室とのフランチャイズ契約を締結し、また学研が、河合音楽教室とのコラボとして、学研教室のメニューとして組み入れた。内は、テキストのタイトルとなっている。体育教室の内サッカーコース、体操コース、新体操コースは、河合杯として、全国大会を、例年静岡県で開催している。1970年代以降、 河合は、ピアノ性能の一貫性と安定性を向上させるための代替素材の使用を開拓してきた。1971年、河合は、木材の使用と関連する問題を克服するために、アクションの部品に ABE、アクリロニトリルブタジエンスチレン複合材料を使用し始めた。河合の設計エンジニアは、湿度の変化に伴い顕著に収縮及び膨潤する性質を持つ木材は、 安定したピアノタッチを確保するために厳密な交差を維持しなければならないピアノアクションで使用するための材料として理想的とは言えないと結論を下した。そのため彼らは選ばれた木製アクション部品を徐々に ABS 部品に置き換えた。河合によれば教授アブドゥル・サダトによって1998年に行われた科学的試験では河合の ABS アクション部品が相当する。 木製部品よりも強く、湿気による収縮と膨潤に対してはるかに影響されに行くことが明らかとなった。河合は複合材料部品の使用によって、河合のピアノアクションは他のメーカー製のものよりも安定で一貫性があると宣伝している。2002年、河合は炭素繊維入り ABS 樹脂を使ったウルトラ、レスポンシブアクションを発表した。ABS カーボン。 ABS カルボンと名付けられたこの新素材は可愛のアクション部品の強度を埋め重さを低減しこれによって全体のアクション操作がより速くなったトリルを演奏するときのコントロールのために非常に重要である炭素繊維の追加は ABS カーボンアクション部品の合成も高めこれによってアクションは操者のより少ない労力でより大きな力を生み出すことが可能となった 河合は、素材及び設計におけるこれらの進歩が長年に、わたって高い堅実性を持ってウルトラレスポンシブ、アクションが、奏者の意図により正確に応答するのを助けると強く主張している。河合のグランドピアノは1960年代及び1970年代に、製造された、モデル500、600から、教師や公共機関の間で人気となった1980年代。 および1990年代初頭の KG シリーズまで何十年にもわたって実に進化してきた。その間、河合のグランドピアノは頻繁に使用しても長期間安定な性能を示すとして高い評価を得た。1996年、河合はウルトラレスポンシブ ABS アクションを搭載し、RX シリーズグランドピアノを発表した。RX シリーズは二千四年に ABS カーボンを 使ったウルトラレスポンシブアクション2の導入によって進化を続けた。2009年新たなアコースティック共鳴ムックスプルース競板を持ちハンマーへフェノール性安定化剤を添加した RX ブラックシリーズが初公開された。安定化剤の添加は音色と一貫性の向上のためにハンマー打ンの正確性をさらに高めた。RX ブラックシリーズは 多くの表面的な変更も取り入れた。2013年、河合は最新の高性能グランドシリーズ GX ブラックを発表した。現行の河合グランドピアノ製品種目は以下のモデルから構成される、シゲル河合を除く。河合のアップライトピアノは、米国では以下の4つのクラスに分かれる、K シリーズプロフェッショナルアップライト、デザイナーシリーズアップライト、 インスティテューショナルアップライト、コンティネンタルアップライト。河合系シリーズプロフェッショナルアップライトは高さが 114cm から 134cm である。すべて ABS カーボンを使った河合のウルトラレスポンシブアクション2が搭載されている。デザイナーシリーズは高さが 113cm と 117cm である。これは主に家庭での使用のために購入される。 インスティテューショナルアップライトは、学校での頻繁な使用のために作られる。ストマイナス9には強化ベンチ、より太い支柱及びサイドパネル、丈夫なトゥブロック、2重ゴムキャスターが含まれる。カワイ、K-15 は、流線系の欧州風外見のためにトーブロックを持たない、唯一のコンチネンタルアップライトである。シゲルカワイは、カワイの最高級グランドピアノシリーズである。 ブランド名は2代目社長の河合茂にちなむ。コンサートアーティストシリーズ、クラシックシリーズ、CN シリーズ、コンサートパフォーマーアンサンブルシリーズ、KCP、KDP シリーズ、コンパクトラインシリーズ。河合は1980年代の初めにテイスコのブランド名の下でシンセサイザーの生産を始めた。これらの楽器はすべてアナログであり、以下のモデルを含む60回。 110回、100回、100P、SX-210、SX-240、SX-400 ある時点で、河合はテイスコブランドの使用を止めたため、これらの製品のいくつかは、テイスコか河合のどちらのブランド名の商品も損する。1980年代の後半、河合は数多くのデジタルシンセサイザーを開発し発表した。 これらのうち最も知られている製品は、以下の K シリーズである、K1 メートル、K1 メートル系、K3、SSM2044、ベーストフィルターズ、K5、これらの機械は異なる合成手法に従う。K4 はサンプリングされた波形を元にした、減算合成を持ち、K1 及び、K5 は、加算合成器を用いる。K1 は、全くフィルターを持たない初めての人気のある、 シンセサイザーの一つである。すべての音は波形サンプルを積み重ね、周波数変調を適用することで作られる。計算は、その意味ではハイブリッド型であり、波形生成のために加算合成を用いるが、これらの波形は静的であり、真の加算合成器のように変調できない。その代わりに、波形成形はローパスフィルターを用いて行われる。従って、 この機械は減産合成機として特徴を付けられる。これらの価格帯としては他にない特徴として、すべての機器は、アフタータッチ機能を備える。カワイはこれらの機器のほとんどのラック版、ミディシーケンサー、1988年、外部ミディプログラミング装置 MM-16 ミリ、ミキサー、スライダーコントローラーを持つミディプロセッサも製造した。その後、K4 エンジンを元にした。 カワイスペクトラ KC10、1990年ヤコビフ -50 とそのハーフラック版 PHM を含む機器、XS-1 サウンドモジュール、1989年、カワイ KC20GM サウンドキーボード、1990年代、初頭、XS-1 の改定としての GMA が、サウンドモジュール、1990年代初頭、GMA が及び、 K1 に基づいた K11、1993年を含む一連のゲネラミジ、GM 適合機器が開発された。1996年、河合和を発表した。この製品は、K5 を大幅に改良した先進的加算合成機であり、現在では、河合の最高の機器の一つとみなされている。K5000 には3つのバージョンがある。K5000S は、 リアルタイムコントロールのための16個のノブとアルペジエーターを持ち、K5000W にはシーケンサーが加わったがノブとアルペジエーターを持た、K5000R はアルペジエーターを持つがノブとシーケンサーを持たない、ラック版である。W および R モデルと共に使用するためにノブマクロ、ボックスが別売された。河合は S および W モデルの特徴を組み合わせ、 76件キーボードと強化されたメモリを持つ K5000X の発表を当初計画したが、販売不振のために1990年代以末に中止された。その後すぐに、河合はシンセサイザーの生産を止めた。および R50 ドラムマシーンはどちらも1987年頃に製造された。K4 エンジンを元にした。 ドラムシンセサイザーであるは1989年から1990年に生産された。河合はドリマトーンブランドの電子オルガンを生産していた。河合はも所有している。名古屋市の CTVA ビル屋上と東京、銀座、京橋寄りにネオンサインを設置している。校舎、河合ピアノは銀座を舞台にした1989年の刑事、ドラマ、ハロー。 グッバイ、日本テレビ系のプニングに登場し、銀座の風景の一部として繰り返し映っている。名古屋栄ビル屋上にあるネオンサインは過去に名古屋ローカル番組 PS 中京テレビにてあの鍵盤は何を演奏しているのか、との疑問から調査を行ったことがある。実際にネオンサインの表示に合わせて演奏してみるも、どの曲かは全くわからなかった。 担当者に聞き込みを行ったところ、特に曲は決めず適当に表示していたことが発覚した。後日改められ、現在は同様の夕焼け小焼けが演奏されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。